ここは、テントリッジと言います、上から見ると馬のひづめみたいに見えるのでテントリッジホース州という名前が正式の山の名前です。ここはね、ぐるーっと丸く半円になってますかね、そんな感じで長く尾根があります。今日はその尾根歩きに行きたいと思います。いやー、とっても今日は天気がいいしね、風もそんなにないんで、撮影もできるかなと思います。さあ、そろそろ、尾根の取り付けにかかります。どうですか、人見えますか。はい、そっからね、尾根伝いを今度登っていきます。さあ行きましょう。景色だ今日、はあ、気持ちいい。僕はカナディアンロッキーいっぱい歩いてますけど、こんなに気持ちいいところはない。素晴らしい。ここは景色が素晴らしい。まず、いやー、カナディアンロッキーは本当大きい。見たことない景色がいっぱいありすぎる。ここはすごい面白い。素晴らしい景色です。今日は本当に素晴らしい。これからここの尾根を登って、今見えている一番奥の高いところ、ここですね、この一番高いところに今行って、でそこから一回下って、尾根伝いをずっと下って、今度は、こっちの一番高いところですね。ちょっと見えるかな、ここですね。この一番高いところ。
ここまで行って、このまたずっと尾根伝いを歩いて帰っていきます。すごい景色だ、ほんと綺麗だ。駐車場は今ちょうどこの画面の中央、もうちょっとかな、はい、この画面の中央あたりですね、はい、駐車場があります、まあね、車は見えてないですけどね、そこから登ってきました。じゃあ行きましょうか。ここからね、またこの上までもう少しあるの、頑張っていきましょう。さあ、ここから1回下がって、もう1回奥の一番高い方に行きます。到着。
ちい。いい山だ。急な下りが続くんで、一回カメラしまうので、ここから一回ちょっと撮影を中断して、また安全なとこ行ったら撮影開始します。今この急斜面を見てきたので、もうあとは安全なところで撮影再開します。あとはここを降りるだけです。